はい、皆さんこんにちは、チェでございます。近況まとめですね。またいつもの例のごとくですね、やっていきたいと思うんですが、そうですね、今回は、背景がアルファですね。またこれの説明は私のグダグダが終わった後にしていこうかなと思うんですが、進捗まとめ、いつもね、いつもというか、今回が4本目か5本目ですね。いつも土曜日にするんですけど、今回は日曜日にあげることになりました。なぜか 私がもうお酒でね、お酒飲みすぎてグダグダになってもう寝ちゃいました これでね、三国志では非常にね、嫌な思いしたかもしれないんですけど、嫌な思いをさせてしまったかもしれないんですけど、三国志の途中でね、もう私もう酔っ払ってね、もう眠気もね、来ちゃってね、もう三国志の実況、ちょっとひょっとするとね、あくびしてるかもしれないです。これ三国志のね、実況でもお詫びしてるんですけど、もうね、もうあまりひどいんでね、もうそのまま寝ちゃって、また別の日にね、やったという感じなんですけど、もうね、ちょっと本当にね、もう12月でお酒飲むのわかんですよ。わかんですけどね、ちょっと私もね、ちょっと最近ね、ダメですね。もうダメとしか言葉が見つからないですね。で、そういった感じでちょっとね、なるべく大阪は控えたいなとは思うんですけども、何から話しましょうかね。まず進捗からいきましょうか もう進捗からいこうがいいよね。まずね、ドラゴンクエスト6ですね。今回で、今週、せ、あ、来週、あ、今週、先週、先週、今週とかいう言い方はすると思うんですが、先週というと、この日曜までに、公開された分ね、この実況、ごめんなさい、このまとめが流されるまでに放送された分ね。で、今週っていうのが、おそらく今週で上げられていくだろうっていう予測っていうか、そういう進捗になりますね。ドラクエ6はね、なかなか進捗なかったんですが、やっと、ちょっと進みますね。全然進捗なかったですよね。下の階に行ったり、下の世界に行ったり、上の世界に行ったり、うろ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 うっていう感じで、本当にね、コメントでも、ちょっと進捗ないですね、みたいな感じでね、もう、私もいつものやっちゃいましょうか、みたいなね、いつものカンニングしちゃいましょうか、こんな序盤でカンニングするの初めてかもしんないけど、みたいなね、感じでやってましたけど、そうですね、なんとか、ドラクエ6はね、進捗の方、ありそうになってきましたよ。ですんで、なんとかカンニングせずに、行くことができそう、できそうとか、できました。ただ、この先まだ進捗詰まっかもしれないですけどね。じゃあね、もうなんかすごく短くなったんですけど、次ね、三国志ですね。三国志は先ほども言いましたように、今週はね、株式会社劉備玄徳が破綻しまして、で、新しい企業にね、孫権厨房に、株式会社孫権厨房に行ったんですが、いろいろね、潰された企業に行くのかいって、M&A だなと思ったらね そんな感じか 円形に行く気もしないし、初めね、流氷さんに行こうかなと思ったんですけど、流氷さんちょっといまいちだねっていうのと、なんでだってもうね、奥さん連中がみんなね、孫権さんに行ってたんでね、もうそっちで行く方が時間かかんないかなって思ったんですが、ロコを任されたり、甲賀を任されたりね、うちのコウキンさんね、周遊コウキンさんがね、もうなんかね、もう適当なことやっちゃうんで、もうロコの大将とね、甲賀の大将をフラフラーって回されたり、で、なおかつ、甲賀はまだ戦争中ね。今週はだからあれでしょ
ロコから高価に行ってくださいって言われて行こうかなとしたら取られて またロコに帰ってきて、でまた高価取って高価に行ってくださいと言われてね。もうただね、今週の流れではね、高価ってすごく、まあ、中心に近いんですけどね、あの中華の大陸なので中心に近い方なんですけども、まあ、上位の近くなんですけど、ただなかなかな大変な場所でね、西と南に行くのにすごい距離があるんですよ。でちょうど円家と劉表さんの、まあ円家は円章本書さんが亡くなったんで、あの子供の円章さんになってるんですけどね、あのちょうどうまいこと重なって、で円家と劉表家がやりやりしてたらいいんですけど、どうも変に均衡が保たれちゃってるんで、でなかなかね、私は調査に行きたいんです、調査に行きたいんですけど、なかなか行けないところでちょっと困ったんですよね。で私ね、もうちょっとね、出世したらね、おそらく権限を使えるんですけど、使えないもんでね、なかなかね、そこがちょっと自由にならないところで、歯がゆいところなんですけど、で今週の流れではね、そこの中でじゃあできることをしようと、ならば石壁までの、まあ、とりあえず調査に向かうということで、石壁までの間をなんとか集落を抑えていこうという流れにしてますね。ででね、周囲さん、私周遊軍団の孫権の、孫権分代じゃないや、孫権厨房の配下でありながら、直属の上司は、あの、まだ前私言った係長みたいなんですね、今大衆なんで。で部長はね、周遊さんなんですよ。周遊公金さんがね、都督なんで、でこの方がね、本当に手広くやられてるんで、私今高架にいるんですけど、南海にいるんですよね。あ、ちょっと何表情するよって言われたらね、もう2ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね、往復。もうね、あんたおいでよって言われるんですけどね、まあ、断るわけにもいかないもんですから行くんですけどね、まあそんなこんなで、ただまあ社長の、厨房さん、孫権さんがね、ちょっと旗振りそうな素振りがありそうなので、おこれはいいかもしんないねっていうところなんですが、ここうまいことみんなが連携できれば調査を落とせるのかなっていうところが今週なのかなというところですね。まだまだ三国志ね、そうだ、なんとか美宝さんをね、お父さんをね、義理のお父さんを同志に加えることができましたね。であれですね、あと円印さんはね、もうこの先もうちょっとあれなんですけど、今が、まあ、202、3年でしたっけ、202、3年じゃないね、204年ぐらいいってるかもしれないね。なかなかね、もう寿命が迫ってきてるので、でね、どうでしょうね、もしお亡くなりになっちゃったら、あれだね、もしお亡くなりになっちゃったらね、長雲さんでできるかもしれないんですけど、義兄弟なんで、やるかやらないかがまだ分かんないですね、私の中では。っていうとこでしょうか。じゃあね、お次はね、ちょっと今回ね、進捗は畳みかけてますよ。まあまあ、そんな大きな進捗なかったっていうのがでっかいんですけど、次はね、ダイナソーかな。ダイナソーはね、これまた、なんとか、風の塔まで行きましたよ。地下祭壇かな、うん、出てって、今週はね、地下祭壇まで戻ったんですよね。ニーニャさんのね、なんとかしようということで。で、戻ってみたのはいいんだけど、あ、戻ったのは、戻ってよかったのか。そうかそうか、戻ってよかって、で、やることやったので、ニーニャさん行こうかなっていうのが今週の流れになります。まあ2日に一遍のね、これ何遍も言ってますが、2日に一遍の、公開とエンカウント率が激しいので、
ほとんど進捗がなかなか出ない状態ですけど、まあ、風の塔がね、もう風の塔の4階、厄介なところで、もう私、地図なかなか覚えないからね、まあまあ大変なんですけど、そういった流れですね。ダイナさんはまだまだかかりそうですよ。守護法人でね、守護法人で追い込んでも、追い込むというか、守護法人でガン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 行ってもいいのかなって思うんですけど、守護法人がめんどくさいのもあるんですが、あ、でも守護法人で行くべきなのかな。もう強さはそこそこかなり来てますんでね。ほんと、どちらかというとキャラクターの成長よりも、もう時にかかるべきなんでしょうね。ダイナさんはね、もう130を超えてますからね、パートがね。そんな感じですね。で、スカイリム。スカイリムは今週の流れは相変わらず、盗賊ギルドなんですが、なかなかこれも大変ですよね。もうパート250超えましたか？超えてますね。なんですが、なんとか今週ね、と、あの、ノクターナル？ノクターナルさんね、盗賊ギルドね。なんとかなりました。なんとかなりましたね。なったのかどうかっていうのはね、盗賊ギルドに帰ってないんで でもなったでしょ、きっと。ただ、ノクターナルさんね、いろいろ話してたらね、なかなか面白いというかね、すごく私は共感できる方ですね。無駄なことは喋らないっていうね、余計な修飾も、修飾というかね、余計な形容もしない、愛想笑いもしないっていう感じでね、普通に喋ってるのがちょっと違和感があるのかなというのを、スカイリムでなんか言いますね、スカイリムなんか。ということは、スカイリムは海外製のゲームなんで、ベデスタさんのね、ゲームなんで、あ、じゃあ海外の人も結構、愛想笑いというか、なんか調子を合わすみたいな文化はあるのかな。まあ、日本はね、調子を合わす空気読むっていうのがすごいらしいんで、まあ逆に何ですか、多人種、多種族が集まる方たちはいかに自分の、要求っていうか、その要望を通すのかっていうのが強いらしくて、ガッツガツ来るっていうのは聞いたことあるんですけど、まああまりね、この国ではそういうのはどちらかというと、空気を読む、わびさびみたいなね、わびさびを空気を読み解いてたらちょっと怒られそうですけど まあね、そんな感じかなっていう、そういう感じがスカイリムの流れですね。で、フォールアウトね。次はフォールアウト行きましょう。フォールアウトはね、開くとね、なんだっけ、公文書館だっけ。で、独立宣言書をね、取りに行く話で、シドニーさんが出てくるんですけども、コメントで聞いたら、シドニーさんをね、やっちゃうというかね、やっちゃうかなっていう私の流れなんですけど、いや、後でも、シドニーさんがユニーク武器持ってるのがっていう話も、後で回収できますよっていうのもあったり、シドニーさん、ね、回復させてあげないとすぐ死んじゃうよっていうのがあったり、私はまあすぐ死んじゃってもいいかなって思うのもあったり、で、結構ね、公文書館が広いんでね、まあ、今週の流れは公文書館まで、いや、公文書館に入ったぐらいかな。で、今週の流れが、あ、ごめんなさい、今、今週の流れって言っちゃったかな、その前に。先週の流れがそれです。今週の流れが、一緒に組んだシドニーさんをいかようにしていくかと、で、公文書館をうろちょろしていくかっていうところが流れになりますね。ですんで、シドニーさんはどっちか言ったらもう、私の中ではご退場いただこうかなっていうところもあるんですが、どうなるか分かりませんね。ただ、もう無理なんですけど、いただいた話では、シドニーさんに協力しなかったら、公文書館が終わった後、シドニーさんたちが、何？公文書を奪いに来るっていう、まあ言うと、賊になってくるっていう感じ。まあ、賊というか、まあ、手柄をね、まあ、あの人飲んだくれだからね、シドニーさん。もう、男見っけって飲むしか言わないからね、もう、そんなことばっかりしか言わないから、まあ、なんなんですけど、まあ、そこら辺どうしようかなっていうとこですね。まあ、そうですね。今回の実況の流れがね、こういった感じになっております。まあ、相変わらず進捗が遅くてごめんなさいと。いつ新しいタイトルいけんだって言われてるんですけど、これなかなかね、もうデッドスペースやりたい、ザナドやりたい、トラックやりたいと。ヨーロッパのトラック乗りたいとかいう、
話もあるんですけどね、どうしましょうと。このもんじゃまだまだ先だねと、イースオリジンもあったもんね。これもう何でしょう、今ね毎日テケテケテケっと上げてってんですけど、それをもうなんか気まぐれっぽいので単発をどこ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 差し込んでっていいのか。ただ差し込んでいくと、この連載っぽく積んでるものがもう希薄しちゃう気もするんでね、っていうところですごく悩ましいところではあるんですね。私も仕事しながらなんでね、もう仕事してなかったらね、もう1日10本ぐらい上げるかもしれないんですけど、でも1日10本しんどいかもしれないね。っていうところで、思ってますね。もうちょっとね、私もちょっと悩ましいっていうか、まどんでるところがね、三国志風に言うとね、まどんでる、っていう感じなんですけどもね、なかなかどうしてというところなんですけどもね。で、ちょっとコメントでもいただいた話でね、大体1日どれぐらい取るんですかっていうのがあるんですけど、大体私は1日ね、多ければ17本、20本ぐらい取りますね。最高はね、こんな連載やってる時じゃなくて、もっと昔の88だけをやってる時にね、最高ね、1日21本っていうのがあります。21本取って17本アップロードしたっていうのがありますね。その時はね、朝から来て仕事したんですけど、なんかね、仕事でね、いろいろあったんですよ。午前中、もう会社に行ってすぐね、なんかってね、もう私が仕事投げたんですね。ほんでもう仕事投げて丸1日収録してから丸1日アップロードして、最高は21本収録の17本アップロードっていうのが私の記憶ではありますね。だもんで、あまりにね連続して1日の中で上げたもんでね、視聴者の方から 何があったんですか ってね言われたんですけど、いえ、ちょっと仕事がめんどくさくてみたいな感じだったと思いますね。で、あとね、ゆゆしき事態ではないんですが、実はね、このまとめね、視聴者の方に言われて、まあ、やりだしたのはいいんですが、実はね、この週一のまとめね、あげると、まとめの方がね、実況より再生数がいいんですよ。あ、これどういうことってね、嬉しいんだけど複雑な気持ちがね、ありまして、もう何でしょう、私の実況はね、口に出すの恥ずかしいぐらい、いや、恥ずかしがっちゃダメなんだよね、見ている方もいてくれてるんで。だから堂々としてね、上げると何本再生っていうのがねあるんですが、このまとめをやるとね、もう他の実況自体の1本の再生を楽勝を超えてしまうぐらいの再生がドカンと上がるんですよね。もうね、あれ？実況じゃなくてラジオっぽいのがいいのかなとか思っちゃったりもして、いや、でも私は実況でね、この4年間、5年ぐらいは実況で成り上がってない。実況でね、皆さんにフォローしていただいてますんで、実況しますけどね、もうこのまとめをね、このラジオっぽいの、本数増やしちゃおうかなってとか思ったりなんかしちゃったりしてね。 もうあんたには信念がないのかよっていうような感じなんですけど、ちょっとね、そんな、でもね、まとめってね、もうやった瞬間にあげるんで、まあ、進捗がない状況でまとめをしちゃうと、本当にラジオになっちゃうんですよね。まあ、私の進捗なんて大したことないとは思うんですけど、だもんで、どうしようかなっていうのは正直悩んでます。で、そこに、ちょっと前からもね、いろいろちらちら言われだしてるんですけど、ライブやってほしいというのがあるんですけど、私ね、ライブやったらえらいことなりそうなんですよね。絶対酒飲むわって、飲みながらやるわって思うのとあるんですね。でもね、ただライブはね、正直ザナドゥをね、実はね、ライブでしたいなっていうことを以前考えてたんですよね。なぜかというと、まあ88のザナドゥっていうゲームがあるんですけど、ザナドゥ私解いてないんですよね。で、単発でやってるんですけど、積んで終わってるんで
ぐ、積んで終わってるんで、あ、これ私一人じゃ無理だなと。で、できれば皆さんの、あの教えをこうて、やっていければ解けるんじゃないのと。で、何でしょうね、もうあのカンニングしながらやるのって、あのドラクエみたいな RPG はね、カンニングしながらでも全然いけるんですけど、アクション RPG なんだよね、ザナドゥね。あれをカンニングしながらやるのは難しいかなとかね、思いながらあるので、まあ、一時そちらで実況としてライブを考えてたんですけどね。どうも、いただいてる感じで言うと、実況のライブなのかな、ラジオのライブなのかなってね。それだとだいぶ違うかねっていうのもね。ただ私おしゃべりだけどね、しゃべくりだけど、そこまでネタあんのかなとはね思いつつも、今回はね、なんだかんだ言いながらもう20分超えてますよ、ベラ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 。まあ今回はいろいろね喋りたかったので、まあいつも喋りたかったんですけどね、あのまあ進捗そっちのけ、どっちかというと進捗を早く畳みかけていろいろ言ってんですけど、まあそんな感じですね。ですんで、まあちょっとラジオっぽいのをどうするのか、ライブをどうする、ライブね、私ライブ大丈夫かな。でライブってあれなんですよね、多分予告しないといけないんですよね、いつからライブするよとか。ちょっと私も YouTube でね、ライブってのどんなのって調べてみたことあるんですけど、で、あと、あ、そうだ、私の場合関係ないのか、ライブで見ると動画って結構コマ飛びするんですよね。まあ、それはリアルタイムで配信、ね、あの、データ送って、さらに流すっていう感じするんで、仕方がないのかなと思うんだけど、ゲームのライブっていうのがそれについていけるのかなって、特にアクション系だったらダメだよね、とかね。そうですね。で、まあ、ライブの仕方がちょっと分かってないので、するとすればちょっとテスト的なライブをするのかもしれないです。ただまああとはあれだね、12月でお酒が多い時なので、まあ忘年会ね、わーってあったりして、なかなか時間が取れないのかもしれないし、逆に泥酔で帰ってきて勢いでやっちゃえってなるのかもしれないけど、なったらやばいな。まあね、もう結構年の瀬ですんでね、もう12月24の、早かったな今年。多分ね、大晦日になったらまたね、あげると思うんですけど、早かったなっていうのが正直なところですね。本当にこの1年早かったなとね、いうのが本当、素直な感想ですね。もうこれ来年もまた早いよと。来年また早いけど、まあ私の頭のポンコツ程度も拍車かかるよっていうね、感じでね。まあ私だけだけど皆さんも年一個食いますからね。あれなんですけど、まあ本当にあの、実況でもあれあれとかいうのが出だしましたからね。あれどれだよってね、聞いてる人は絶対思うと思う。あってあれとか言ったらまだいいんですよけど。ね、動画見てて音声だけであれって言われたらどれだよって思うのはあると思うんですけどね。でもね、もう本当あれしか言えないんですよね。なんだかねっていうような感じしますけどね。あとまあ漢字が読めない、数字がおかしいっていう、ね、もうごめんなさいね、本当ね、そういう感じでなかなか大変でしょうけど、あのもしよければね、お付き合いくださいね。というわけでね、こんな感じですね。もう、23分ぐらい引っ張っちゃってますか、24分ほど引っ張っちゃってますかね。ちなみにこれもね、あの、急環境でやってますので、早くね、あ、そうだ、あのね、今週というかね、昨日あたりぐらいから、ああ、でも、ほぼ今週ですね、実況のね、新環境の実況で、音声がこもってた、まあ先々週、まあかなりこもってたのが先週ぐらいでマシ、先々週ぐらいでマシになったでしょう。でもマシになってもこもり気味だったと思うんです。ですけど今週はね結構いいんじゃないのかなって。ですからドラクエ三国志
ドラクエと三国志はね、結構聞けるようになったのじゃないのかなという感じがします。だもんでね、ただこのね、まとめで、最近まとめ、この2週連続まとめでは背景が88なんですけど、まあ背景を88にしようかなと思ってんですけど、新環境で88が動かなくなっちゃったんで、動かない、88の録画が 新環境が、なんもないやって途中で投げ出すことになっちゃったんで、これがなんでなんのかなって思うところあるんですけど、Windows アップデート失敗しちゃったのかなとかも思っちゃったりもするんですけどね。まあそんな感じで、ですのでしばらく88は旧環境でね、やっていくような感じなんですけど、まあ、まとめはそんな感じですかね。というわけで、じゃあね、やっとこの後ろの背景ね、これアルファっていうゲームなんですけども、これね、スクウェアさんですね。スクウェアさんはね、もうこの頃ブラスティといい、アニメーションをすごくね、やってるんで、まあ見ていただいたらもう本当の80年代のね、絵の感じがしますね。頭でっかくて、ちょっとなんかセルが入ってるみたいなね。今もうセルがなんかないみたいですもんね。みんな CG だと聞きましたんで。さあ、あららららららと。ごめんなさい。じゃあね、どんな感じなのかというのをね、うまいことお見せできるかな、これ。うまいことお見せできたらいいね。こんな感じでリセット入れて、あ、無理だ。もう無理だ。無理だ。あ、無理だ。うちのノーパスのスペックが悪すぎて 無理だ。やっと帰ってきた。ごめんなさいね。もう一回いきますよ。これがなかなか難しい。リセット入れてね、88も帰ってこないんですよ。あら あら音楽ちゃんと流れてない。ごめんね。もう一回行くよ。リセット入れますね。あそこね、鉄砲族音が鳴るんです。なんないね。なんでなんないんだろう。まあこんな感じなんですよ。で、アニメーションでこの主人公の女の子がね、目をパッチリさせたりとかね、するのがちょっと可愛らしいねってみたいなとこなんです。この子確かアンドロイドなのかな。で、まあね、当時はこうやって目が動くだけでもすげえっていうね、ごめんなさい、まあ音でかすぎたかもしれないですけど、私の声がね。こういう感じで、もう今口も若干半開きになったりとか、こうね、これがね、当時ではもう本当にもうびっくりするぐらいの技術でね、今じゃもうね、もうこんなの当たり前なんでしょうけど、本当にこれとブラスティ、これをね、まあブラスティは単発でやってんで、いいんでしょうけど、これデモプレイした方がいいのかな。これアドベンチャーゲームです。まあ分かられてる方は分かられてますけど、もう今から30年前ぐらいのアドベンチャーゲームじゃないのかい。どんな感じなのかというと、ちょっとやってみましょうか。いやいや、相変わらずのグダグダっぷりだね、私のまとめはね。さあ、スペースキーだっけ？あら。あ、リターンキーだね。エンターって言っちゃった。ね、これ、当時としてはすごかったんですけどね、もうこのね、もう映像がね、すごく綺麗でね、なんか近未来って感じでね。ただ、残念ながら、あれなんです。全部カタカナなんですよ。まあ、なぜかっていうと、多分ね、まあ、この頃これなんかはマシン語で作られてるはずなんですよね。処理速度がベーシックなんかで使っちゃ間に合わないし、ベーシックでこんなクオリティで作れるとは思えないし、ただあれなんですよね、やっぱりこの年代の時はみんなカタカナですね。フォント作るのは大変だと思うね、漢字は。で、漢字ロムとかも出たんですけど、この頃はね、もう、100文字いかないでしょ、カタカナだったら。100文字いかないで100文字で使い回すっていう感じだと思います。感じだったらえらいことになるでしょ。というわけで、でね、
これはね、あ、もうダメだ。カナ入力なんだこれ。ローマ字入力、あ、ローマ字だ、よかった。これね、日本語ね、名詞動詞かな。見る。あ、爆発するんだよね。こういう感じでやっていきます。あ、何も思い出せないわ。私はこれからどうしたらいいのかな。あ、そうかそうか。この人記憶ないですよ。で、音ちょっとでかかった、ごめんなさいね。近くで何かが爆発した。燃え盛る炎が居住区域の街並みを赤く染めているわと。一体何が起こったのと見ましょう。もう一回なるかな。あー、でね、前が F だったかな。あ、私ったら何をやってるのかしら。もっと落ち着かなくちゃっと。前でいいのかな。ないあ、前に行ったで、こんな感じなんですよね。で、私は爆発が起こった方に坂道を降りていった。スタジアムが破壊されている。火に追われた観客たちが、かなり読みにくいんですよね。出口に殺到している。逃げ惑う人々が叫ぶ。革命だ、革命が起こったぞということで、ああ、こんな感じなんですね。右ってやったら、右見れたっけ。あ、右に行くのか。ああ、こんな感じなんですよ。やりませんよ、これ以上。私、これで積んだんで。この年代のゲームは積みます。簡単に積みます。あと、カーソルキー遅れたかな。あ、カーソルキーでも遅れるんだ。あ、じゃあ、天気でも遅れんだね。ということで、これね、ちょっと露出が高そうなんですけど、まあ、このくらい仕方がないよね、こういうのね。で、電車が来たりするのが、ちょっと明日アニメーションで見れます。来るかな？あ、来た来た、こんな感じでね。というわけで、まあ、この頃ね、よかった。まあ、この頃も良かったですよね。もう FM 音源とかでね、音楽ね。まあ、このゲームはあまり音楽、曲がないんですけど、まあ、でも、これこそファイナルファンタジーより前じゃない。まあ、これは実はね、アルファっていう名前になってますけど、確かね、デストラップ2っていう副題なんですよ。だもんでね、これの前にデストラップ、ウィルっていう作品だったかな。あれがデストラップ1だったかなっていう、話つながってんのかな。うん、機会があればね、ウィルもね、お見せできればと思うんですけど、まあ、こういう感じになってます。88ね、復活しないかな。復活しないだろうな。なんかね、ありましたよね。これもうちょっとちゃんとね、なんとかうまい具合で、エミュレーションでね、できるんだったらいい感じにできないかなと思うんですけどね。まあ、若干、やってるものはありますよね。なんだっけ。コメントで教えて、ね、かなり前にコメントで教えていただいたんですけど、ただあれはパソゲーとかに特化してなくて、古いゲームに特化してるんで、パソゲーが少ないはずなんですよね。88のゲームは多分むちゃくちゃ少ないと思うんで、そんなわけでね、一度この 8898X68000 ぐらいまでね、まあ、X1 とか、そうですね、 X1 の話もいただきましたね。あ、そうだ、ね、前回また話伸びちゃうよ。いい今何分。あ、33分いっちゃった。例えばね、例えばじゃないわ、前回なんだっけ、テグザーやったでしょ。で、私知らなかったんですけど、X1でテグザー、まあ、その方も X1 立ち上げたのかな。まだ X1 持ってはるのかなっていうのもすごいけど、 X1 だとね、テグザはゲームアーツではなくて、このスクエアから出てますよ。このね、今私がこのアルファ流してるゲームと同じ、まあ、ファイナルファンタジーのね、スクエアから出てますって言われて、え、そうなのって思ってね、ウィキったらそう書いてましたね。びっくりしました。反射が違うんですね。移植とかってどこがやってる。いや、でも作ったのはゲームアーツで、反射を売るのをスクエアがやったという。なんでゲームアーツ直接売らなかったのかなっていう気もするんですけどね。なんかそんな感じもあったり。まあ X1 はね、私も実は88買う前 X1 を買おうと思ったんですよね。で、X1 もね、X1 安かったんですよね、88より。当時ね、X1F があったんですけど、
でね、その手前でね、X1C ってあったんですよ、確か。テープだけの。これになるとね、10万円切ったのかな。FM7 と値段がね、あんまり変わらなかった気がします。FM7 が7万ぐらいでしょう。7万8万だったと思うんですけど、そんな感じだと思うんで。で、ね、FM7 も人気がありましたけど、X1 も、まあ、後付けで5インチのフロッピーディスクをつけれましたのでね。そんな感じでね、X1 ね、C 欲しいなーって、 C もね、2つあったのかな？ X1K？ あら、覚えてないわ。C はテープ。C だと思います。テープのね、モデルがあって、テープオンリーでね、テープオンリーとか一体型のモデルで、キーボードと本体が一体型のモデルがあったんですけど、その後 F が出て、F のモデル10だったかな、テープ。分離式でテープだったんですよね。キーボードがね。で、で、モデル20、モデル30だったかな。モデル20がドライブ1台、モデル30が、あ、モデル20がドライブ1台、モデル30がドライブ2台だったかな。で、前も言いましたけど、ウィザードリーをね、友人がウィザードリーやってて、デュプリケートディスクを作るのが、2ドライブで作ったら何もしなくていいんですけど、1ドライブで作るとね、ディスク入れ替えながらやるんで、40分ぐらい入れ替えてたような気がしますね。ガッチャンゴッチャンガッチャンゴッチャン入れ替えてた っていうお友達がね、いましたよというところなんですけどね。まあ、なかなかもう88の話になると私ね、もう止まらなくなっちゃうんでね。ああ、そうだ。ダイナソーでね、雑誌の話もしてるんで、ね、もしよろければ聞いてください。もうここでその話しちゃうとね、もう1時間超えそうなんで やりませんけど。というわけで、何の話だったんだろう。ほとんど88に集約しちゃいましたね。ごめんなさい。88知らない方はね、あ、何言ってんだろうっていう感じなんですけど、昔はね、こういうソフト、昔のパソゲーっていうのはこういうのから始まったのかなっていうとこですね。ちょっと MSX があったんですけど、まあ贅沢なパソゲーが88とかだったというような感じでしょうかね。というわけでね、こんなまとめ、これまとめになりましたでしょうかね。ああ、長いな、もう37、8分来てますね。というわけでね、もういい加減この辺で終わっておきましょう。ずらーっとした中身は、まあ、まとめよね。ちょっとこのラジオっぽいのは、ちょっと考えてみますね。ライブはね、もう背筋凍るぐらい恐ろしいんで、これもちょっと考えておきますね。というわけで、この辺で終わっておきます。どうも長々とグダグダと、長々とね、本当にね、申し訳ないですね、いつもね。 もう適当にね、聞いててくださいね。というわけで終わっておきます。来週もやりますよ、まとめね。というわけで、あちでございました。よければまたお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございました。